にちは、サネ食太郎です。今日はですね、何をしていくかと言いますと、まあ、ちょっと4月で今自粛要請が出ててずっとお家にいるんですけど、お家でやることもないと、で撮影をねしようかなと思ったんですけど、撮影するにはメイクが必要ということで、今回は初のメイク動画を撮ってみようと思います。これね、需要があるかちょっとわからないんですけど、結構コメントとかでなんかメイク動画とか見たいですっていう方がコメントをいただいたので、今回はメイクするついでに動画を撮っておこうと思います。完全にこれ伊達メガネなんですけど、ちょっと今すっぴんで、オープニングもろすっぴんだとちょっとダレってなるかなと思ったんで、メイクたメガネをかけました。外してちょっと、ね、あのコンタクトも外して完全にすっぴんの状態で撮っていきます。では行く。はい、ってことでね、こちらが完全にすっぴんの状態です。目がめちゃくちゃ三白眼なんで目つきめっちゃ悪くなっちゃうんですけど、コンタクト、カラコン必ず大事ということで、メイクには 16mm のコンタクト、こちらの最近使ってるのが、もうずっと黒コン使ってたんですけど、茶色とかの方がいいよってコメントをいただいてたので1ヶ月ぐらいから使ってます。こちらのファビュラスっていうところの黒縁の茶色のカラコンです。最近使ってます。コンタクトから入れていきます。髪の毛とかも全然ノーセットなんでボサボサなんですけど、気にしないでください。裸眼と全然顔の雰囲気が変わります。両目入れるとこんな感じで化粧していきます。最初、こちらのケイトのフェイス&ネックホワイター、化粧下地ということで、こちらからスプラというか薬局で最近買ったんですけど、これをね、顔全体にまんべんなく塗っていきます。こんな感じで、こんな感じで、ただ一通りね下地だけ塗ってても肌のトーンがワントーン上がるのでいいです。あ、そう、結構首とかにも馴染ませて、顔だけ白い眉毛みたいにならないようにしていきます。さあ次、はい、こちらのミシェルのクッションファンデーションカバー、これね結構カバー力あっていいのでずっと使ってます。あんまりでももうないかも。あ、全然入ってないわ。まあ、でもこんな感じで結構1回やっただけでもくっつくので、ポンポンって感じで軽く、私は結構テカリ防止というかのっぺらぼうみたいなメイクの方が好きなの。のっぺらぼうなんて言えばいいの、あれ、マットか、マット肌の方が好きなので、大変、ちょっと中心的に、ここに中心と、あとほっぺたの明るく見せたいところ、綺麗に見えるので頬骨中心に塗っていきます。コアナのこれ鼻の穴の中にもクッションファンデーション塗るとコアナがすごいちっちゃく見えるというか、まめなく塗っていきます。こんな感じ。はい、次、マックミネラインズスキンフィニッシュのハイライトですね。ハイライトをちょっと入れていきます。こういうちょっと細いペンフレみたいなやつで、この T ゾーンと、ここですね。ここよりも人中が長いのすごい気にしてるんで、ここ鼻のここにハイライトを塗って、鼻先を長く見せてます。完全に独学なんで、実際それで長く見えるとかは分かんないんですけど、巻き休め程度に。で、あとはこの眉上のここ、眉毛の上あたりに軽く、あとここの頬骨、クマとかが見えるところ、この辺を三角に、逆三角形にこう軽くね塗っていって、で、あとここの鼻翼の部分とほうれい線、気にしてるんだよね、ほうれい線を。よし、で、あとここの顎の、ここの顎の辺、この辺にちょっと軽く入れていきます。で、あとこの鼻先の効果はあるんですけど、割と気休めだと思って、テカるというか、こう香ばしい感じになるので結構気に入って使ってます。で、次、ケイトのシャドウをねちょっと使っていきます。これでいつもうちのでかい筆使って、フェイスラインをちょっとシャープにしていきます。今ここの頬骨を黒くして、こっちも平等に同じような感じで、これはね割とね、すっぴんの時と比べて小顔に見えるというか、これ塗ってると塗ってない時じゃ見え方が違うので、これは結構ね重点を置いてます。で、ここもちょっとこう強調させたいので、ここはちょっとここの一番濃いめのやつでちょっとここシュシュシュってやりますね。で、あとおでこここですね、ここに生え際の両端でこういう、たら、私といえばのノーズシャドウなんですけど、最近でもあんま言われない。これもこっちの薄い色2色をこう混ぜて、ここの眉間のところをサッサッサみたいな感じで、で、ここもねちょっと彫りを深く見せたいので、こんな感じでサッサッサとね、こっちも両方同じようにやっていきます。
じゃあ今度ここの鼻筋の真ん中はあんまり濃くするとあの椿鬼奴さんみたいになっちゃうので、ここはちょっと薄めに。最後小鼻、小鼻は私ちょっと丸いので尖らせたいので、尖ったように見える形でちょっと作っていきます。一の字じゃないけどシュッシュみたいな、なんかなんて呼べるのか分かんないけど、シュッシュッ。小鼻の細さを強調したいので、ここをシュッと濃い目のところで塗っていきます。難しいな、カメラ越しだと何つってるのか全然わかんない。終わり。そしたらこちらのインテグレートのヌーディーグラデアイズってやつ、この2色を取って塗ります。ここの、涙袋まで目下をねこうやって囲っていくように薄く塗っていきます。こっちも同じ感じで、こういう感じです。そしたら今度ここの3段目のやつ、これを二重幅に塗っていきます。ここじゃなくてこっち側を濃いめに塗っていきます。爪に塗って同じようにくの字にしていきます。うん、見えないけど、まあ、これケイトのアイラインの引き出しです。これを最初に全体に塗っていくんじゃなくて目尻だけにちょっと塗っていきます。鏡見ないと分かんないから、いきます。こうちょっと本当にこうちょっとずつ、あんまり長すぎたあれなんで、ここの目頭の部分と同じぐらいの高さにちょっと垂れ目にしていきます。ちょっとキュッとね跳ね上げる感じで軽く、こういう感じですね。したら今度このそしたらここの黒目の上も引いていきます。これは本当に薄くまつげの中にちょっと、ね、入れていきます。分かりにくいかも、こんな感じで。目力を上げるためにちょっとラインはね結構大事だということで、同じようにこっち側もこんな感じでちょっと引いていきます。さあ今度下、目の下、インテグレートのアイライナー、これペンシルタイプのアイライナーなんですけど、目の3分の1外側からこのアイラインより内側にまっすぐ引いていきます。あんまり描きすぎると目のメイク感がひどくなるんで、さりげなく描いていきます。意外とアイメイクって目の下の方が大事だと思ってる私で、自分の顔が結構こう上に行ってる側だから、こう下に下ろしたいので顔面を、だから結構目の下を丁寧に描くと顔がねこうなるんで、おすすめです。若干わかるかな、若干茶色くなったぐらいです。さっき使ってたアイシャドウの紫色っぽい一番暗い色をなじませます。さっき描いた線を、そしたら次はマラカスダソダ、ダソダの NC ってやつで、この目の中心の部分を中心にで、目の下の、下まつげ、下まつげも外側にはあんまり塗らないで、ちょうど目の下に来るところのまつげをこう塗り塗りして縦幅をでかく見せていきます。言うて私全然あれだからな、今までずっとメイク下手って言われてきたから、多分なんかそんなに参考にしない方がいいかもしれない。終わりです。あとあれ、こちらのラスティングアイブロウティントペン、アイブロウで眉毛に描くやつなんですけど、私は普通に二重幅にあのダブルラインをちょっと引いていきます。ダブルラインって言ってもあんまり引きすぎると下向いた時に化粧濃い人みたいになっちゃうので、アイラインで延長させた部分と同じぐらいの長さに使用するために二重幅をここちょっとサッとね引いて、目の横幅をでかくさせます。ちょっとね私よく見ると見えなんだよね。涙袋、涙袋、これねめっちゃ言われるんですけど、涙袋は特に整形してません。であのピーナッツ段階だとそこまでないで、ほんとメイクです。これのこの白い部分、この一番明るい色、これをこう取ってアイメイクで使ってた2色ちょっと混ぜてここに引いていきます。こういう感じでこんな風に薄く取って、あんまり白くしすぎると私の場合目がちっちゃく見えるんで、ピンクっぽい肌なじみのある自然な感じでやってた方がデカ目になる。こう影をね薄く描いていきまして、こっち側ちょっと薄くして、こっち側ちょっとね濃いめに描くと涙袋もくっきり見えるし垂れ目に見えやすいです。そしたら軽くぼかします。それでアイメイクは終わりです。こういう感じです。眉毛は適当、なんか眉毛はね一番苦手だからね適当です。どうせ前髪で隠れると思って適当に描いてます。この、まあ、これ全部取って、この私は基本的に目と眉を近く見せたいので下がちに引きがちみたいな、こう
毛の色がもともと黒いので、これでちょっと茶色くして眉毛全体をなじませていきます。この黒い部分をね、こうそしたらチーク、ベルの LCO3 番、チークは、軽くね塗っていきます。ここ頬骨笑った時に、ここ頬骨横にこう横にシュンみたいな。私は基本顔が縦に長いので、横にこう、人によって多分チークの付け方って違うと思うんで、自分に合ったチークの付け方するのが一番可愛く見えるんじゃないかなと思います。小顔に見せたいので、顎に軽くこうシュシュシュって塗って、この鼻の下にこうシュシュシュってやると、ちっちゃく見えるよって前ネットの記事に書いてあった。リップですね。結構どこの使ってるんですかってめっちゃ聞かれるんですけど、結構適当に使ってます。最近使ってるのがニベアのリッチケア&カラーっていう、リップクリーム、カラーリップクリームです。ラズベリーピンク。これね、リップクリームなのに色をつくし、ツヤ感も出て、でこうなんかティントを昔使ってたんですけど、ティントって結構唇が荒れやすいので、リップクリームね、すごい使い勝手が良くて好きです。ここの唇の山の部分も私結構こう塗ることによって、ここの鼻下が短くしたいので、こんな感じです。はい、ってことでね、いかがだったでしょうか。これ結構私の普段のメイクなんですけど、いつも大体ね、もう高校生ぐらいからメイクのベースは変わってなくて、ちょこちょこ薄くなったりしてるんですけど、はい、最初の頃すごいメイクがめちゃくちゃ濃いとコメントをいただいていたので、最近はそのコメントのアドバイスも取り入れつつのメイクでした。はい、ってことでありがとうございました。ちょっと私普段大食いやってるので、ちょっとどこまで需要があるのかわからないんですけど、見ていただけた方ありがとうございました。ってことでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、今日も見てくれてありがとうございました。今回はね、珍しく大食い動画ではなかったんですけど、コメントでよくいただいていたメイク動画、ちょっとね時間もあったので撮ってみました。次回の動画はこの後に撮影した牛丼たくさん食べた動画です。ぜひ見てね。バイバーイ。